あやさん、どうぞ、せっかくなんで。え、何ですかこれ。はい、ジェニファー。重っ、重っ。なになにこれ、なにこれ、なにこれ。ジェンツーペンギンのジェニファーちゃん。え、ジェンツーペンギン、はい、重いん。ジェニファーちゃん、ジェニファーちゃん、ペンギンですかこれ。ペンギンです。いやいや、ダンボールでしょ。水が入った実物大のペンギンです。あ、こんな背高いもんなんですか。はい。え、ペンギンってこんなでかかったっけ。このジェンツーペンギンっていう種類は比較的大型の子 で、 で実物大の、重さも大体実物大の。ダイヤさん、ちょっとロケットスタートがすごいんですけど、こんなにちょっと座りましょうか。こんなに大きいんだな。このジェンツーペンギンっていうペンギンを飼うとなったら、はい、こんな大きさの、こんな重さのが家にいるんだな。あ、うん、あ、それのシミュレーションで作って。これ色塗るとかしないですか。その意外にこれで可愛いからいいかな。ああ、もうそのペンギンに見えるんですね。だからね、もう愛しすぎちゃってるから。まあ、そんなあやさんの一番大好きなジェンツーペンギンの写真を今日はご用意いたしましたので見てみましょう。こちらです。水場だってさ、ペットボトル見えてるよ、だって。あ、これか。まあ、ペンギンだよね。きっかけは何なんですか。その動物園で見て可愛いなと思ってってことですか。長崎にペンギン水族館っていうペンギン水族館があるんですよ。ペンギンばっかりいる、はい、そこに行ってなんか余計好きになりまして、その中でもやっぱこの子が一番可愛いなって。あ、ちなみにあやさんはいつかペンギンと暮らすことを夢見る会というコミュニティに入りまして、真剣にペンギンと暮らすシミュレーションをしているそうです。シミュレーション、どういうことをするんですか。まあ、実際に家にいた場合はこんな感じだよっていうのを、今賃貸なんですけど、賃貸ではさすがに無理だと。まあね、中古の一軒家を買って、ね、その子用の例えば8畳間を作って水場、水辺を作ったとしたら循環装置がいりますよね、水の。そういう循環装置を設備を用意したらどうなるか、病気になった場合とかの病気の保険の積み立て代とか、そういうことをやってます。春日さんはね、実際興味あるってことでいろいろ聞きたいことあったらもう膨らましちゃってください。そうです。お仕事は。あ、一般の会社員です。飼育員になるっていう選択肢はないんですか。それもありってあれですね。なるほど、はい、それはあやさんどうなんですか、はい、なるつもりは。従業員の空きが出るのを気長に待って、はい、応募して採用されてペンギン係に回されるのを気長に待つという。まあ、それがまあ一番早いですか、ね。まあ、早いっちゃ早いです。ちょっと手打ちにしてもらってよろしいですか。そうですね。